全日本二歳優秀は、神奈川県川崎競馬組合が川崎競馬場で執行する地方競馬の重賞競争である、農林水産大臣より寄贈賞が提供されており、正式名称は、農林水産大臣賞店全日本二歳優秀と表記される。副賞は、農林水産大臣賞、川崎市長賞、日本中央競馬会理事長賞、 日本橋協会連合会長賞霊賞、日本地方競馬場主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事賞、神奈川県馬主協会会長賞、読売ランド賞、チャーチルダウンズ競馬場賞。1950年に全日本三歳優秀の名称で創設され、第1回は川崎競馬場のダート1200メートルで施行された。1988年より、 全日本3歳優秀に快勝。2001年に競争馬年齢を国際基準に合わせたことに伴い、全日本2歳優秀に解消した。現存する地方競馬の重賞競争では最も歴史が長い。第1回に限り中央競馬から競争馬を招待して行われたが、第2回以降は、南関東地区の2歳チャンプ決定戦として位置づけられ、ダート1400メートルに延長。 さらに1956年にはダート1500メートル、1959年に現在のダート1600メートルで施行されるようになった。1985年には地方全国交流競争に指定され、南関東地区だけではない名実ともに全日本の地方競馬の2歳チャンピオン決定戦として位置づけられた。1997年には中央 地方全国指定交流競争に指定され、中央競馬所属馬に再び門戸が開かれ、前年から制度化されていたダートグレード競争の GII に格付けされた。2002年にはダートグレード競争の GI に昇格、名実ともに日本の2歳ダート最強馬決定戦として位置付けされた。2017年より同年に創設された日本馬を対象とした。 ケンタッキーダービー出走馬選定ポイントシリーズジャパンロードトゥーザ・コンタッキーダービーの対象競争に指定され2018年からは国際競争として施行されることになったまた国際格付け上の扱いも2017年の時点では LR であったものが2018年の時点では L となっている国際格付けでのグレード格付けは未取得古くは年多から 第五誉れの二頭の東京優秀に優勝馬に始まり、天皇賞優勝馬のオンスロート、光る高い東京大賞典優勝馬スピードパーシアなどが優勝。1990年代以降も、中央競馬のアグネスワールドアグネスデジタルユートピア、スーニル・バンスレーブ、地方競馬の東進ブリザードフリーオー・ソラ、後に、日本や世界で活躍する馬を多数輩出している。出走資格サラブレッド系2歳。 中央、地方選定場フルゲート14等、出走枠は、中央競馬所属5等、地方競馬所属9等と定められており、中央所属場が5等に達しない際は、地方所属場が補充されることがある。負担重量定量賞金額1着3、500万円、2着、1、225万円、3着700万円、4着350万円、5着175万円、 着外手当25万円。地方所属場に限り以下の競争で所定の成績を収めた馬に優先出走権が付与される。南関東ワークトライアル競争バレーは2000年以前も原表記を用いる。すべて、川崎競馬場のダートコースでの試行。各界競争結果の出展、編集。ありがとうございます。